皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンレッツゴー EV やっていきましょう。はい、今日はですね、後ろについてきてくれているアーボを進化させてアーボックマスター戦に向かおうと思います。結構前にね、アーボ戦は行ったんですけど、ちょっとレベル上がったのでそろそろ行けるんじゃないかと思うので、1レベル上げて進化をさせてから向かおうと思います。ということで、ラッキーを連射しに向かいます。やっと出た。多分ね、1匹じゃダメだと思うんですよね1匹ラッキーじゃダメとか悲しいんだけど、経験値的に 3,4 匹必要かもしれません。1000いくつとかの経験値だったらもっと必要な気がする。わー、1270だ。全然足りない。めっちゃ足りない。すぐ出るかな。いや、コンパンはいいんだよ。コンパンは進化しないんだよ。この子でももうそろそろいけそうですよね。75レベルとかになったらこのコンパンはマスタートレーナー行こうと思います。うわ、出ないな。ピンクはピンクでも違うんだなラッキー、ラッキー、いない。ちょっと待っててみようかな。一応ね、コロンつけてきてるので。あ、来た来た。ちょっとずつはね、出るはずだったんだけど、本当に1匹ずつね。あー、タイミング、右、エクセレントがいいなって思って投げてたんですけど、しょうがない。まあ1回で入るからね。まだいくつ、うわー、同じぐらいだ。1396、足りない。 あと1匹いていける。多分あと1匹ですよね、このアーボ。1匹かー。連続ゲットのボーナスがついて多分1匹でいけるんじゃないかと思うんですけど、すぐ出るかわかんないからね待たなきゃいけない気がするな。いないかな。結構出ないんですよね。来ないな。あ、メタモン出てきちゃった。違うの、ラッキーがいいんだ。色違いの子いたらパッていくんですけど、ラッキーなんですよ多分それで。あ、ナイスがついた。2000いってるかな。1800とかかな。どうかな。でも足りるはず。あ、2700だ。完全に足りた。80レベルになりました。イエーイ。結構みんなレベル上がってくれて嬉しいね。コンパンとコイルは進化させないで、アーボだけ進化させるから、最初は B ボタンだよね本当に間違えるからな。 B OK で、コイルも B だね。 B ボタン、次がアーボ。 A ボタン、よし、やっと進化させられる。長かったな。はい、アーボです。武蔵と小次郎でアーボ使ってた記憶があるんだけど、違ったっけ。噛み砕く、覚えさせておこうかな。噛み砕く、ヘビにらみとか持ってたっけ。あ、悪の波動だ。これを変えようか。岩はまあいここな気がするな。ひるませるでしょ、防御を下げることがある。うーん、特殊技じゃなくて物理技で変えます。物理技にしとこう。どっちが強かったかわからないんですけど、忘れちゃったけど、確か物理の方がこの子得意だった気がする。あ、ミニルは B ボタン。あと熱い、クーラーをつける。熱い、まだ夏ですね。もう全然暑い。
夜ちょっと涼しい日ができたかなとか思ってたんだけど、全然違うね。暑いもん。秋の七の実をもらいました。夏バテはね、おかげさまで治りました。多分食欲が戻ってきたんですけど、もうちょっとね、夏バテだったらよかったなって思う瞬間がありますね。食べ過ぎたやばいっていう時が多いです、今。運動しなきゃいけないのに。こんなあれですよ、ゲームの中で主人公を走らせてる場合じゃなくですよ、本当にやってしまってるけど、いいんだ。とりあえず目的のマスターがいるとこに向かいます。確かこの辺抜けたところで上に上がるんじゃなかったかな。一番下は違ったんですよね、確か。ここから下に行くのは違った気がするから、一個上、この辺にいない？あ、いたー。よし、これで、アーボックを前に出す。アーボマスターは外にいたけどね、アーボックマスターは中なんだね。さすが、なんかロケット弾といえばアーボックを使っているイメージ。いいかな、飴とか全然何にも入れてないんですけど、多分アーボの時に入れてあったから大丈夫だと思うんですが、レベル上げちゃったけど、いっか、一回行きましょう。多分大丈夫な気がする。技もさっき見ましたもんね。どうしようかな、速さが速かった気がするんだけど、ちょっと怖いので、初手穴を掘るにすればいい。初手穴を掘って一回なんか回避しよう。ダメ？いいよね、穴を掘るで回避。お、早い、来た来た、早い早い。あ、ヘビにらみ持ってる。やっぱ入れてあったか。あ、レベル差ありますね。向こう75だし、私80だから結構いけるんだと思います。次どうしよう、地震、ヘビにらみやめて。ああ、アマヒついちゃった。お、気合素晴らしい、優しい優しい、自信にしよう、抜群狙うぜ、頑張れ。あ、いけるいける、穴掘ってもいいし、多分もう一回地震でもいけますね。あ、またヘビにらみするのやめて、麻痺。でも一回多分なんかが出る気がする。穴か地震なんだけど、地震とりあえず行こう。あ、不意打ち。あ、入った、勝った、これ。おお、強っ。あ、待って、残った、悲しすぎる。で、残ってる、どうしよう、噛み砕く、やめて。 100% のやつがないからな。入った、うわ、あ、私のアーボックいい子だった。めっちゃ嬉しい、一発じゃん。はぐれ研究員のガク君怒った。嬉しい、アーボックマスターもらいました。これでだいぶね、マスターの称号増えてきましたね。ただね、あのミュウツーは終わったんだけどね、ミュウとか全然やってないので、今度そっち側とか上げながらなんかポケモン取りに行かないといけないよね。結構忘れてた感じですね。おや、あなたですか。あ、僕育ててますよ。さっき負けたでしょ。ということで、今回はですね、アーボックマスターのガク君にサクッと勝つことができました。でも、あの、ここアーボックいないんだよね、外出よう。せっかく勝てたからね、でかいな。え、まだまだマスタートレーナー戦終わってなかったりする子もいるし、あとピカチュウ版からも連れてきてないので、後ろの、あの、これ多分ベトベトンかだと思うんですけど、やってないので連れてこなきゃですね。忘れてた、結構忘れてることが多い私ですが、ここからまた遊んでいきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!